クドラ。ラジオドラマで聞く名作文学。私と踊りたいの？それじゃあ赤いバラをくださる？そうしたら踊ってあげてもいいわ。ナイチンゲールとバラの花、オスカーワイルド。恋だ、あの子は僕の恋そのものだ。若い学生はそう叫ぶと、家を飛び出し庭を駆け回りました。庭園には色とりどりの草花たちが美しさを競っています。僕は偉い学者たちの本も論文も研究書も図書館一つ分読んだ。古今東西あらゆる哲学の秘密も知り尽くしている。それなのに僕にはバラがない。庭に赤いバラがないせいで僕の人生は真っ暗で惨めなものになってしまった。学生は美しい瞳に涙を浮かべつぶやきました。その姿を一羽の美しい鳥、ナイチンゲールが木の上からじっと眺めています。恋だわ、あの人こそ私の恋そのものだわ。ああ、あの人の髪はまるでヒアシンスのよう。唇は欲望のバラみたいに赤い。それなのに深い悲しみがあの人の顔を象牙のように白く染めている。ねえ、どうしてそんなに苦しんでいるの？明日王子は舞踏会を開く。そこで僕は彼女と朝まで踊る。彼女を腕に抱き、僕の肩に頭を持たせかけ、指と指を絡ませて、はあ、でも実際の彼女は僕に見向きもしない。なぜなら僕には赤いバラがたった一輪もないのだから。言い終わると学生は芝生の上に倒れ泣きました。声を殺し泣き続けました。すると彼の秘密を知ったナイチンゲールは翼を大きく広げ空高く舞い上がりました。そして学生の部屋の窓の下に伸びるバラの木の枝に止まりました。赤いバラをください、赤いバラをください、お願いです、真っ赤なバラを咲かせてください。歌うたいのナイチンゲールか。いかにも私は赤いバラの木だ。なぜ私のバラが必要なのかな？恋人のため、明日までにどうしても欲しいのです。お願いです。一輪でも構いません。赤いバラをください。すまない。今年は冬がとっても寒かったろう。私の体はすっかり弱っている。たとえ一輪であっても、明日までに咲かせるのは無理だ。一つだけ方法があるが、これは、ひどく恐ろしい。それでもいいのか？構いません。どうか教えてください。私は何も恐れません。赤いバラを作るには、月の光と音楽、それとバラを染める赤が必要だ。月はもうすぐ姿を現すだろう。音楽は君の歌声でよい。だが、赤は、君の血、真っ赤な心臓の血をもらわねばならん。私の心臓。君の心臓を私の棘に突き刺し、月光の下で一晩中歌うのだ。さあ、分かったら諦めなさい。どんな生き物にとっても命は一つなのだから。バラの木がそう告げると、ナイチンゲールはしばらく黙ってしまいました。ですが突然翼をパッと広げたかと思うと、空に舞い上がりました。そして庭の芝生のあたりを見下ろすと、そこにはまだナイチンゲールの恋人、
若い学生が瞳に涙を浮かべ横たわっています。ナイチンゲールは彼の近くを飛び回り言いました。幸せになってください。どうか幸せになってください。愛は学問よりも哲学よりも命よりも尊いものです。私はあなたのため朝まで歌いましょう。ですからお願いです。私をあなたの本当の恋人にしてください。お、なんだあの鳥、美しい声だな。学生は顔を上げナイチンゲールを見つめました。耳を澄ましてその歌声をじっと聞きました。やがてしばらくすると空に月が見えたので学生は家に帰り眠りにつきました。あなたは私の本当の恋人です。きっときっと幸せになってください。そして次の日。少し眠りすぎたかな。よいしょ。ん？おや、これは？この花は、あ、なんという奇跡だろう。バラだ。窓の下に真っ赤なバラが咲いている。こうしちゃいられない。早く出かけなくちゃ。あら、あなたなの。ごきげんよう。私に何かご用？ごきげんよう。あなたにぜひ差し上げたいものが。学生のあなたが私に？ええ、あなたは昨日おっしゃいましたね。赤いバラを持ってきたら踊ってあげるって。ほら、このバラをご覧なさい。まあ、本当にお持ちになったの？もちろん、あなたのために。ねえ、この赤素晴らしいでしょ。僕のあなたへの情熱、愛そのものです。さあ、あなたの胸にバラを飾らせてください。そして舞踏会で僕と朝まで。ちょっとお待ちになって。ふーん、バラね。失礼ですけれど、そのバラ私のドレスには似合いませんわ。でもあなたは昨日。それよりほら、ご覧なさい、この宝石。オパール、エメラルド、それにシンクのルビー。先ほどある高貴な方にいただいたの。どれをつけて舞踏会に行こうかしら。ぬんぬぬん。そんな僕のバラ。ねえあなた、学生さんなんだからご存知よね。宝石の方がバラなんかよりずっと価値があるって。まったく、僕はどうかしていた。恋なんてものは人生の無駄だ。合理性も論理性もないし、全く現実的じゃない。こんな割に合わないことは忘れて学問を極めるとしよう。おや、なんだ、まだ持っていたのか。こんなバラ捨ててしまえ。学生は赤いバラを道に投げ捨てました。バラは人々に踏まれ泥にまみれ馬車に引かれてしまいました。それから学生は家に帰り、薄暗い部屋で分厚い本を静かに読み始めました。そしてその部屋の窓の下には、バラの棘に胸を刺された一羽の美しい鳥、ナイチンゲールが長い草の中で
死んでいました。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。